三好三人衆は、戦国時代に、三好長兄の死後に、三好政権を支えて、機内で活動した、三好長一、三好周尉、岩成智道の三人を指す。いずれも、三好氏の一族、重臣であり、時継ぐ狂気や、多門院日記などの同時代の記録でも、三人衆と表記されている。クリップ A68 年12月の下屋入道、主税所、 ヒューが守るによる顔の連書、当時ユリ文書より、三好長兄の時代は、それぞれが軍を率い一族の重鎮として、活動していた。一説によれば、三好長一は、三好一族の長老、岩成智道は、松永久秀と並ぶ、家臣団の代表、三好周囲はもともと、細川春元陣営出身で、旧細川氏家臣団や酒井とのパイプ役として位置。 付けられていた。A67 年の三好長慶の死後、おいで、後継者の三好義継は、年若すぎ、長慶の弟たちも死去していたため、義継の後継役として、この三名が対等した。A68 年には、長慶の死に乗じて、将軍申請を復活させようとした室町幕府十三代将軍、足利義輝を襲撃し、殺害した。後に、篠原長房。 三好や砂川や筒井淳慶と組んで、吉継や久秀と対立。これは、三好政権の混乱の一因となり、足利義明を擁立する終わりの織田信長を利する、結果となった。A61 年、信長の上落に反発し抵抗するも、相次いで敗退し、三人衆の勢力は衰える。永禄末には、総意が病没、天正年間には友道が戦死し、ほどなく、 超いつも、消息不明の状態となり、記念における三好氏の勢力の衰退と前後して3、人衆としての活動は、完全に途絶えた。ありがとうございます。